皆さんこんにちは、剣道カフェの石塚です。今日の剣道カフェは筑波大学監督の鍋山先生、別府大学明豊高等学校監督の岩本先生、鹿屋体育大学剣道部監督竹中先生、以上の3名の先生をゲストに剣道カフェを進めていきたいと思います。今回の参加いただいている先輩方は PL の先輩でもあり、 PL 卒業後筑波大学に進学し、その後各指導者として活躍されている先生方となります。その先生方の剣道の対する考え方や指導方法などを追求していきたいと思います。それでは早速ですが、先生方につないでみます。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、鍋山先輩、この前ありがとうございました。いえ、どういたしまして。岩本先輩、ご無沙汰してます。お元気ですか？だいぶご無沙汰してます。そうだよ。ありがとうございます。武田先輩。はいはい。ご無沙汰してます。あ、久しぶりです。すいません。今日はあの大先輩方に貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。こちらこそ。今日はですね、皆さん大先輩なんですけれども、一緒にですね、剣道談義を楽しんでいきたいと思いますので、緊張しておりますがよろしくお願いします。はい、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。今日ですね、早速、集まっていただきまして、今日の先輩方の共通点っていうのが、PL 出身、そしてまあ筑波大学で今それぞれの大学高校でまあ指導されているっていうところの部分がありまして、そのあたりをですね、まあ、私もそうなんですけど。結構皆さんがいろいろ興味持ってまして、そういった話をざっくばらんにさせていただきたいなというふうに思ってます。はい、すいません。で、まあこの前のですね、鍋山先輩には少し、まあ、いろんな対談していただきまして、で、まあすごいいろんなことを考えられながら工夫されているなということを、まあ、私自身もすごい勉強になりまして、で、まあ、その中で、まあ、私も共通点としましては、まあ、PL、まあ、出身で、まあ、先輩方に比べると、まあ、大したレベルでなかったかもしれないんですけれども、まあ、そういったところもですね、一応卒業生として誇りに思っておりますので、で、ちょうどですね、鍋山先輩の時はですね、まだ私 PL に関わってなかったんですけど、私が初めて PL に行かせていただいた時に、実は岩本先輩がですね、高校3年生で、ちょうど男女アベック優勝した時だったんですね。で、そこで、男女アベックしてて、道場の練習終わった後に、道場でなんかケーキとかお菓子とか、なんかミニ宴会みたいな感じでちょうどしてまして、で、それですごい楽しそうだなっていうところでちょっと騙されました。だからもう岩野先輩、竹中先輩は実は私小学校というかお世話になっていまして、ですので多分先輩方からすれば僕は小学校ぐらいで止まっていると思うんですけど、ちゃんと大人になりましたのでお願いします。はい、いっぱいになりましたね。いえ、一応、はい、時は経ってますので。で、まあ早速あれなんですけど、で、私ちょっとね、今回こういう企画させていただいたのは、本当にその先輩方が
今やっぱり特に指導の方ですごい活躍されていることをずっと見させていただいてまして、まあ、そういった中でやっぱりそのベースとなる部分っていうのが、まあ、PL であったりとか筑波のところがすごいあるのかなっていうふうに今思ってまして、でそこのところを、まあ、聞いてみたいなっていうのをずっと思ってました。でまあ、そういった話を聞きたいんですけど、鍋山先輩はやっぱりその今指導されている中でこう PL でこう得たこととか大学とかで得たことで大事にしている部分といいますか、どういったところを心がけて指導とかに当たっているんですかね。まず、まあ、一つは、まあ、指導ってなるとやっぱりその僕の話を聞きたくなるっていうか、まあ、そういう人間関係っていうかな、なんかそういうのをすごく大事にするし、それからそのアドバイスするにしてもタイミング、多分僕も理想が高いし、お互いに、まあ、学生もある程度目標があってという状況の中で、やっぱりそのなんていうかな、いつ僕がアドバイスすればいいのかとか、そういうのってすごく大事にするんですよ。うまくいってる時ってなかなか自分の剣道を変えられないと。僕もそうだけども。だから、見ながら、じっくり、やっぱり、その変えなくちゃいけないなと思ってても、そのタイミングを待ってるし、で、うまくいってる時はそれでいいかなっていう時も、まあ多いし、で、伸び悩んできたなっていう時ですよね。でもその時にちゃんとこちらの話を、聞き入れていくだけの、まあ、関係を作ってるかっていうのはすごく考えますけどね。うん。岩本先輩はどうですか。まあ、僕の場合は、やっぱり、今大学の教員ではあるんだけれども、大学の教員をしながら、高校生それからまあ中学生、まあ、道場も今指導もしてるんですけれども、やっぱり、はい、人がその人の指導を学びたいなと思うことは、やっぱりその人に人間力があるかどうかっていうところの多分差だと思うんですよね、はい、だから、まあ、誠心誠意求めてきたものに対しては全力で応えるっていうことが、もうどんな些細なことにでも対しても一生懸命やるっていうことが、まあ、その子たちの心を打って流れ的にその剣道っていうものが好きになっていくっていうことにつながっていくのかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、私は鍋山先輩や竹中先生みたいにじゃないんやけども、結局まあ、僕は今高校で明豊高校っていうのを立ち上げて4年目になるんですけど、はい、今全国から今年は北海道からも生徒が来てくれて、まあ、いろんな多岐にわたって明豊高校っていうのを目指してやってくれてるってことが、まあ、ありがたいなって思うと同時に、結局やっぱり自分にとってプレッシャーだなっていうのを感じながら、まあ、毎日を過ごしているっていうところで、まあ、はい、私も、まあ、高校の指導のベースは、まあ、石塚君と一緒で PL で学んだことを、まあ、忠実に指導していきながら、その自分のエッセンスを加えていくっていうところなので、まあ、変わったことはそんなにしてないと思うんだけれども、まあ、そこが、まあ、今子供たちに伝わってるのかなっていうふうには思ってます。はい、ありがとうございます。竹中先輩はどうですかね。私はね、今お二方が言われたことと大体共通しているなと思うんですけども、まあ、自分自身が、高校時代から大学にかけての学生時代を振り返るとですね、やっぱり高校はね、やっぱり先生の教えをしっかり守る、まあ、主張でいうと主の部分で先生の教えをしっかり守るというところでやっぱりこう伸びていけるかなっていうふうに自分自身はやっぱ思うんですけども、今度大学に来るとそれだけでは足りないと思うんですよね。そこは今度は自分で考えて、まあ、自分をこう、まあ、コーディネートしていく力っていうか、そういうものが大学生には必要で、その力がないとやっぱり大学で高校ほどですね、大学生は生活まできちっと入って管理することは
高校みたいにできませんから、だからやっぱりある程度自分で考えて自分で自分を律していく力っていうのが必要になるのかなというふうに僕自身は思ってます。そこでやっぱり我々の仕事っていうのは彼らが欲する情報をきちっとですねいい最新の情報をやっぱりこう発信してやる、求めてきた子に対してやっぱり答えていく情報力を持ってるということが我々は一番大切なのかなというふうに僕は思ってます。だから求める姿勢によって当然差が出てくるのはね大学生になるともう仕方ないのかなというふうに僕自身は思ってます。はい、ありがとうございます。